はい、いちごから染めます。そうなんだよね。書いとかないとダメみたいね。本当だよね。いやね。まあ免許はこんなことないけども、うん、あんまり点数が悪いと、うん、講習の時間が増えるっつったね、うんうん。だって運転だってしなくちゃじゃん。そうだよ。教習所行ってからにしてください。来て行って書き換えに来てくださいっつったもん。うん、そうだよね。だってもう来たんかい。来ねえよ。私ね、勘違いしてね、はいはい、行ったんだよ。ああ、なるほど。来ねえけど、免許を取られちゃえばどこも行けねえから、山だから、はい、ダメだって言ったんさ。うん、だからそうかいな。で、奥さん、免許証見せてみないって、免許証は見ねえで行くんだいね。自分で、うん、ああ、こうと思うから。そう見たらなんだよ、来年だよ。来年だもん、連絡なんか来るわけねえよね。来るわけねえね。会、うん、に入ってたって何もなんない、竹金べ取ってって文句言ったんだよ。私。それからなんだよ。そうじゃなかった。来年だった。来年の5月だった。じゃあダメだよ。ダメだ。来るわけねえ。来るわけねえ。それから教習所を一番最初申し込んで、で、教習所で運転して OK が出たらこっち来てくださいって言ったよ。そうだよ、うん、そうなんだよね。だって前はさ、雑輪したってくれたけど、うん、今雑輪するともう一回乗り直すんだつよ。あ、そうなん。うん、へえ。そういう話人がしてるよ。うん、でもそんな当たり前だけどね。うん、だ、楽輪盗んだそんなことすらさ、それは当たり前だよね。うん、だけどさ、うん、割と簡単にくれたみて、うん、運転してるからさ、うん、だけど今はね、絶対それはダメなんだ。だって事故起こしてるけど、年寄りに、うん、年寄りが事故起こしすぎるもんね。そうだよ。アクセルとあれ間違ってさ、